本日暖かかったところでも明日は寒さが戻りそうです。まずは今日の様子ご覧ください。こちらは東京都新宿区の方からいただいたもの、14時15分のクレヨンさんの投稿です。こちら穏やかな空、そしてコメントでは上着を着ていると少し暑いくらいかもしれませんといった報告が届いていました。日中日差しも届いて気温も上がったので暖かく感じられた方、今日は関東などでも多くいらっしゃったようです。さあ気温の変化、ここから見ていきましょう。今後はまた気温が上がりにくく、明日は防寒必要になりそうです。今日は4月上旬の気温になった関東なんですけれども、明日にかけてはまた気温が下がっていきそうです。この後明日朝にかけて黄色の線をたどって気温は下がる予想。日中いくらか気温は上がりますが、やはり今日に比べると低くなりそうですね。関東地方は今日に比べて明日5度以上低くなるというところも出てくる可能性があります。寒暖の変化には十分気をつけてお過ごしください。それではこちら続いてご覧ください。各地のアイコンです。西日本や東日本など気温が今日上がったところも、明日やはり今日よりは上がりにくく、寒さ対策が必要になりそうです。北日本でも今日に比べてぐっと気温が下がるところが多く、やはり防寒が必須となりそうですね。寒気の南下に伴って寒暖の変化も大きくなりそうです。体調管理を万全にお過ごしください。